どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。今回も遊戯王デュエルリンクスという神ゲーをね、やっていきたいと思います。さあ今回はですね、新パックにて強化された知らぬい使っていきたいと思います。知らぬい語り、桜花妖霊譚知らぬい語りっていうね、めちゃくちゃかっこいいし強いんですよ、このカード。非常にちょっとさんずみはやりすぎな感はあるんだけど、ちょっと活躍させたいので今回はこのカードをガン詰めしました。展開にガンブリしております。めちゃくちゃな展開力を見せてくれますこのカード。まあ、単一がついているんですけども、発動にね、カード名指定で相手のフィールドにモンスターが存在する場合、まあ、サイバードラゴンみたいな、条件で発動できるカード。手札からアンデッド族一体を捨てると、捨てたモンスターとカード名が違う死なぬいをデッキか墓地から選んで特殊ができると。デッキからいけるんですよ。バカ強い。デッキからいけるんですよ。で、今まではちなみに効果のこのカードの発動後ターン終了時までアンデッド族しか出せないっていう、まあ縛りは出るんだけど、このデッキアンデッド族しか入ってないんで関係ありません。で、何が強いか、今までは召喚権をわざわざ使って出すカードではないって言われていたこの知らぬいのモノログ、これをデッキから特殊召喚できるっていうのがバカ強いです。こいつの効果は、まあ、何を隠そう、非常に強力なわけですよ。自分の墓地のアンデッド族を、除外すると、単種の島で500アップ、600アップしますよ、打点がと。で、さらに、こいつが、と戦闘を行うと、その、除外されるんですよ、相手が。で、ちなみにこの効果は、相手ターンでも発動できるっていうことで、非常に強力。まあ、耐性持ちのモンスター。対象を取らない除外なんで、まあ戦闘さえ行えれば、まあ例えばエバリーとか、コキュートスとか、なんかホムラガミとか、結構めんどくさいモンスターでも大体全部除外してくれるっていう、めちゃくちゃ強力な効果を持ってるんですね。で、これをね、デッキから出せるっていうのが、まあ強い。非常に。まあ、ちなみに、デッキ墓地からもいけるんで、墓地からもいけるし、一回死んだ鉢とかも特殊召喚できたりするし、とても強いんですよ。こいつらを、特殊召喚できるっていうのは。だからもうね、ガン詰みです。で、この相手フィールドにモンスターが存在しないといけないんで、若干その先行腐っちゃうんですよね。なんですけど、これよく見てください。速攻魔法なんですよ。速攻魔法なんですよ、このカード。だからセットしといたら別に使えるんですよ。相手がモンスターを出した瞬間に使えるんで、これ一番かっこいい動きは、手札から宮塚さを捨てて、デッキからモノローフを出すっていう動きをすると、相手モンスター出しました、速攻魔法知らぬい語り発動、手札から宮塚さんを捨ててデッキから、モノロフ特殊召喚ってやると、相手ターンに使える効果で、この宮塚さんを除外して、で相手のカードを破壊しながらこいつと戦闘になったら除外するっていう、めちゃくちゃヤクザムーブができるんですよね。結構強くね、その動きは。で、まあこのカード入ってるから、ちょっと防御打が少し薄いんですよ、この知らぬい。なのでもうガン積みのこの辺のカードでどうにかしていくしかないっていう。だからちょっと今までの知らぬいの防御札を少し削りまして、展開にガンブリしたっていうね、そういうデッキになってます。とにかくね、ガタリがね、楽しい使ってて。まあ、ちょっと3積みはやりすぎなんで使うんだったらちょっとなんか1枚とか2枚でいい気がしますけどね、個人的にはね。もうちょっと防御札に燃やした方がいいかなと思いますけど、はい。まあ、他の動きは今まで通りの知らぬいと同じなんで、早速ね、知らぬい語りの強さをお見舞いしていきたいと思います。デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、初代社長よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。あー、いいね、結構いい。これがね、展開力がすごいっていうゆえんですね。で、一応、まあ、例えば相手がブラックマシャンでも、一応清掃に行ってればなんとかなるんで、まあ、なんとかなる、まあ、ハンド。これ結構強いですね。いろんな展開ができる。まあ、多分、最終着地は、あれですね。武士と、ホムラガミ。かなって感じ。すげえ強いんだよ。シャンディー語りが。結局、今まで戦闘か高校でも結局、そのホムラガミしか、まあ、戦神くらいしか立てられなかったと思うんだけども、横にね、武士が出せるんですよね。語りがあると。まあ、展開力が上がる分、ただモノロフを入れないといけないので、ちょっとデッキ構築は今までとは少し変わるんで、必ず引かないといけないかって言われると、新パック別にっていう今まで通りでも別に強いよっていう話はあるんだけども、
罠カードが強いんでね、バックリンクするカードが強いんでね。さあとりあえず、圧倒的展開力を見せつけられていく。千鳥は強いな、千鳥は強いな、千鳥は強いですね非常に。ゼピロスで旋風戻しか、旋風もう一枚あるのか、なるほど、 OK 了解、そこまでは把握、いいよ、ね、ドロー、なるほどなるほど、お前が来ると。シラニーのモノノベ召喚、モノノベの効果を発動、モノノベの効果によってデッキよりシラニーの妖刀を特殊召喚し、そしてレベル上昇発動、レベル上昇の効果によって脳死レベル4上げで、ホムラガミはとりあえず出しましょう。ただこのまんまだと千鳥が一生勝てないよっていう話になるから、清掃を使ってダウンさせて殴りに行くっていうこともできるんか。ちょっとでも温存する方法を考えたいですね。清掃は、まあ、語りは使ってモノログ出すところまでは多分確定でいいと思うんだよな。何してるかって話もあるけどね。まあ、でもこれは温存した方がいいな。一回難しいですね、これ選択肢結構ある。王家妖霊譚死なぬ語りを発動、こっちでいいか、こっちもいらねえな、こっちいらねえや。で、モノログ、これがね宮塚さだったらクソ強かったんですけどね、死ぬほど。で、セットする前に使わなくね、これ使わんな、これ使わんな、使わなくてもいけんな。こうしよう、千鳥は除外しよう、ライキリは別にいいや、ライキリは別に、ライキリは別に、ライキリは別に、これこのままでいい。で殴って、あ、殴る順番間違えた。ダメージステップモノロフ効果で、これでこうして、でワンドローワンして、どっちでもええわ、これはどっちでもええ。でこれでホームラガミ効果発動して、除外して守っていく。でやつは除外された。でライキリが蘇生できないことを祈ってターン終了。あとはレベル3がゲイルがいるかどうかなんだよな。で旋風はあるんだよな、旋風が1枚ある。で多分クローじゃない、旋風は OK、 旋風は全然いい。モノロフ結構強いと思うんだよねこれ。あとまあ一応ホムラガミもいるんで、ライキリの効果、あ、 OK、 これはなさそうだな。ここで清掃ぶち込んでいく。でブラスト打点下げるとゲイルはと、サーチできない。さあここでサーチ何か入るかどう、入らない、よしやったぜ、清掃温存が効いたぜ、最強だぜ900になったらな、ゲイルより攻撃力が低くなってサーチできないな。会話何が山 BF じゃん、バカ誰が、クローですか、クローで、クローにいただきに立つものっていうスキル上げろ。なるほど、これスルディや、俺はスルディで、ドローカード、あ、オッケー、なるほど、影物の一応墓地を置くとか、モノノフ効果、墓地のモノノベ紹介して、でモノノベ効果ワンドローワンステしていく。でレベル6シンクロを墓地から行っていきましょう。さあ会話、処刑のお時間だ、今頃処刑 BGM が流れていることだろう。そして効果では破壊されないアンデッドスカデーモンスが最強モンスターまして、さあお相手の方、フィード・リソン・ユーセン、ユーセン、僕の実装はまだか、僕の実装はまだか、ユーセン、ユーセン聞いてるか、ユーセン、なんで僕だけこんなにハブられなきゃいけないんだ、ユーセン僕の名前はブルーノ、いやアンチノミ、シラニーのモノノベを召喚、シラニーのモノベの効果を発動、デッキよりレベル2の妖刀シラニーを特殊召喚、そして僕は連鎖除外、やべえカード入ってんじゃん、これやばくねえか、これさ、戦意下のモンスターが召喚、
ゲームから除外する、さらに除外したモンスターと同盟カードを相手の手札で全て除外する。やばっ、やばい、このカードやばすぎる、やばいことが起きた、やばすぎる、やばすぎるだそれは。まあ、ただ私はな、まだまだデッキにチューラーが除外されようとやることあるんだよ。でこれでだから影物をあのあれですよね、こうしてで宮塚さ除外して、で宮塚さ効果は発動せずにこれで除外すればいいんでしょ。よし、これでボチシンクラ封じた除外試合だ、楽しいな優勢。いやこれなかなかいい勝負になりそう。あのあれなんですよね、あの影物を墓地に送って影物を除外すればチューラー戻ってくれるんで、だからあとは影物を墓地に送りたいですよね俺基本的に。それを土球でなんか影物をどかしながら墓地をくれて、で物の符で影物除外みたいなことできればめっちゃ強いと思う。戻せるから除外から、多分それを目指した方がいいね。いける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 、いくぞユース、よ特にやってくれたなユース、ユース特急部隊発動、いくぞユース、そのセットカードは破壊させてもらおう。シンクロなんかアンチノミっぽく言ってるけど、シンクロ召喚が一回も行えなそうシンクロ召喚一回もできなそう、ゲーやったーシンクロ召喚しなくても勝てる、知らない爆弾。さあお相手の方、闇遊戯選手よろしくお願いします。デュエルスタンバイ、お磁石いいね、いいデッキだ。磁石もね、あのベータがね3積みできるようになりましたんでね。やっぱでもさ、あの武藤遊戯さん結構イケメンだな、こう見ると闇遊戯さんは一番イケメンだけど、同本気の来た、あこれディスティニードロー来た、ディスティニードローされるわこれ、強い。闇遊戯さん結構イケメンなんだけど、武藤遊戯さんもよく見ると結構イケメンだなと思いましたね。 DSOD のなんか結構可愛い感じのキャラクターだとずっと思ってたんだけど、なんかよく見たらすげえイケメンだったっていう。これ結構強いな。モノノベ召喚から入りましょう。モノノベ召喚でモノノベ効果で用途をでレベル上昇して語りもいけるから、これが強いね。レベル上昇なんかね、なんか無駄がないんだよな、このレベル上昇したこのレベル4を語りで捨てることができるから結構無駄がないっていうか。でこうしましょう。まあね、あのベルセリオンがいるんだったらホムラガミを立てるっていうのがまあ一番強いと思うんで、はい、でホムラガミ出していくで、語りこれな、今までだったらな、なんかどれあのベータからか除外すればなモノロクで除外したればな、なんかもう二度とベルセリオン出てこないみたいな感じになったのにな。でバトルしますか。でまあ除外するのはとりあえずちょっとベータ除外したいなって言って、さすがに変身だよねこれ、さすがに変身、ベータ変身、オッケー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 。で今意外とガンマーが1枚しか入ってない人いるんですよね、だから多分ねガンマーをねなんか除外したらいいんじゃない、これ全部使わせっか、これさワンチャンデルタが2枚しか入ってない人とかだったらさ、ガンマ除外したらさもうベルステリオン出てこない説ない、オッケー。でまあ攻撃は続けていく、攻撃は続けていく、で無限なるアルファを殴っていく、でこれでデルタなってくれ、デルタなってくれ、よーしオッケー。でこれでガンマ、これでガンマを攻撃して、でガンマを除外させろ、いけガンマに攻撃だ、あまだ変身できるこれ、あーデルタ3枚あるか、あーくそやるな、やるね、いややるね、これはじゃあねストップじゃね、これ殴らずストップの方がいいと思うんでね、この状態だったら。これもう盤面ロックされたんで、これでこれもベルセリオン出てこないから大丈夫やと思う。ディスティニードロー、いやーなんでこれ、なんだろう、エネコンとかあったんか一番きついか、エネコンやったらもうしゃあないから、もうホムラガミをなんか自爆させるっていう意味やからプレイングするぞ。ギョッコやばい
玉光やばすぎる、玉光はやばすぎる、玉光はやばすぎるが、これ何されんの俺。でも玉光見てきたから違うよ、まさか。これ何が起きるんだ。リリース、あーやばいやつ来た。耐えろ、ホームラガミ耐えろ、頑張れ。さあ、あとは耐久勝負だ。悲しいんだけど、耐えろ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 、うおー、うわっ、うわっ。耐久勝負と行こうじゃねえか、遊戯さんよ。あー強すぎる、耐えろ、あと2回耐えれるぜ、あと2回耐えれるぜ、俺はあと2回も耐えることができるぜ。ホームラガミ耐えろ。ライフポイント63って何、どういうこと、63ってなんだよ。ライフポイントどういう状態これ。